はい、では行列の名と席の求め方についてですね、一緒にちょっと勉強しておきたいと思います。ちょっとすいません、なんかずれてますね。よいしょよいしょ、これで見えますかね。ですね、まずですね、行列の入力なんですけども、これはもう Excel のですね、セルには一つの数字しか入りませんから、例えば行列 A として1,2,3,4 というのを表現したければ 2×2 ですね、こういったふうなセルをですね、使って行列を表現するということになります。B も同じように、これは2行2列の行列ですね。X についてはこれ列ベクトルということで、ごめんなさい、ここからここですか、2行1列というふうになっているわけですね。で、これを使ってじゃあ例えばですね、まず A プラス B を、計算してみましょうか。ですね、まあ、この場合はですね、一番おそらく簡単なのはですね、行列の和というのは、それぞれのですね、行列の、成分同士を足し合わせたものになりますから、イコールで始めて、A の1行1列成分と B の1行1列成分を、足し合わせると、これをですね、全ての成分についてやってればいいというわけですね。今の場合ですと2行2列なので、これを、右方向にコピーですね。で、さらにこれをさらに、下方向にコピーするということによってですね、2行2列の行列というのが出来上がります。これがですね、 A プラス B の結果になりますね。じゃあですね、次に、B の14か、ここですかね、ここに今度は A×B というのを計算してみましょう。ですね、 Excel で掛け算をするときですね、行列の掛け算をするときというのは若干面倒くさいです。と言いますのは、最初にですね、掛け算してできる行列の形っていうのを最初にイメージしなきゃいけないんですね。で、この場合、A×B という行列の場合はですね、2行2列の行列と2行2列の行列の積になってますので、最終的な結果としては、A の2行と B の2列を取った、2行2列の行列になるわけですね。ですので、最初にですね、こういうふうに計算し、結果をですね、置いておく、まあ、セルのところ、それを2行2列のこういうふうに選択をします。その後にですね、次のような数式をですね、この数式番号に入力します。どういう数式かと言いますと、イコールですね、M、丸と、こんな式です。最初の M というのはですね、これ、マトリックスの M ですね。行列を英語で言うとマトリックスと言いますので、その M を最初に取っているわけですね。で、その後に丸とっていうのがありますが、これはマルティプライの略ですね。マルティプライというのはこれ掛け算を表しますね。ですから、マトリックスマルティプライの意味になっています。で、括弧をしまして、まず最初に左から、かける行列の範囲を指定します。で、カンマで、次に、右側、これかける行列の部分を選択します。で、括弧閉じですね。で、ここで普通だったらエンターを押すわけなんですけども、ここで気をつけなきゃいけないのはですね、こういうふうに複数の、セルの範囲にですね、計算結果を出したいときには、ただのエンターではなくてですね、シフトキーとコントロールキーを最初に押した状態でエンターを押します。シフトキーとコントロールキーを最初に押してます、私今ですね。で、この状態でエンターを押してみましょう。そうするとですね、今選択された4つの部分に対して全て、データが、計算されて出てくるわけですね。これが掛け算の結果になっています。次にですね、じゃあ、B×X も計算しろということなので、これもやってみましょうか。B×A はということですね。B×A の場合もやはりですね、B の2行目と A の2列目を使いますから、計算結果は、2行2列になりますね。ですから、こういうふうに範囲を指定しまして、ここで、イコールで M 丸とですね、括弧します。で、今度は B×A なんで、B の方を先に選択し、ハンマー。次に A の方を選択し、括弧閉じですね。で、コントロールとシフトとエンター。これを押せばいいということになります。いいでしょうか。はい。で、次に A×X を計算しろというふうに、例題の方では、なってたと思います。この場合はどうでしょうか。計算結果というのは、A の2行、2行ですね。と、X の1列目、ということを取り出してみると、結局2行1列の計算結果が生まれてくるというのがわかります。で、この状態で、やることは全く一緒ですね。イコールの M 丸と括弧の最初に A×X なので A を選択しますね。で、カンマで X と、あれ、行き過ぎましたね。ここか。
ですね。で、括弧閉じで、やっぱりこの場合もコントロールキーとシフトキーを押したまんま、エンターですね。はい、これでですね、計算結果が、出てきます。よろしいでしょうか。